清朝はこれですよ、この祖父の代からの創価学会系家系で、知が2015年までナンバー2の要職である学会理事長を務めた正木正明さん、元創価学会本部職員、今はライターをやってるんですけどね、この人が、まあ、告白してるんですね、はい、元理事長の祖父の私が経験した公明党と池田名誉会長だけど、この人は意外かもしれないけれどって言ってるのは、池田さんは独裁的なイメージを持たれがちだが、少なくとも私が目撃した池田さんは気さくで心配りもあり、心配りも行き届く優しさのある人物だった、何よりユーモアがあったと、これは生徒の心をつかむ上で大事な要素でもあったと思う、よく来てたね、大学とかに、そうですね、学園の行事にとあるプロサッカー選手が来た時は、池田氏がドリブルをする仕草をして会場の爆笑を誘ったと、彼の人間味は私の心を動かさずに置かなかった、その感情は親しみ、そして尊敬へ変わった、後に創価大学に住んで学会活動に目覚め学会本部に就職した私にとって、創価学園の文化は新人の原点になった、私はやがてその後の人生を学会をど真ん中にして生きると決めた、学園時代に芽生えた池田氏への尊敬の念は、師を永遠の師匠とする見る自身の信仰的態度に結実したように、学園での体験と後の信仰が結びついた人は多いだろう、そんな熱心な人が、まあ、しかもその幹部のね、息子だったっていうことですね、エリートでしょう、学会の中では、この人がまあ辞めちゃったんですね、私が創価学会本部を辞めたのは36歳の時だ、退職したいと思った理由は、本部の文化や不分立に馴染めなかったこと、さまざまに見聞きすることの中に受容できない部分があったこと、組織運営上の構造的な問題をどうすることもできないジレンマを抱えていたことなどにも多岐にわたるが、公明党を心から応援できなくなったことも一因である、心から推すことのできない公明党を多くの人に勧めるのだ、自分に推すをつくことに私は耐えられなかった、実は学会員もどの政党どの候補者を支援するかは表向き各人の自由ということになっているけれど、で池田対策さんもそう言ってるけど、まあそうはいかないとね、学会員は選挙のことを法戦、法の戦いと呼ぶ、法戦の確定で学ぶのは公明党の実績や党の候補者の情報ばかり、まあ、内情、まあ、はい、そうですね、そんなにでもなんかね、池田大作さんが悪くないとかっていう感じも書いてありますね、厳しいことは、まあ、はい、あんまりここはしてませんね、はい、永井さんほど手荒な感じではないですね、はい、まあ、今後どうなるのか分かりませんけどね、そう、彼がいいこと言ってるのは、そもそも全ての宗教がカルトであるわけじゃないし、宗教2世のありようも個々人で異なると、それを人からげにして論じ続ければ、宗教イコールカルト、宗教2世イコールかわいそうというイメージをただ強化するだけで終わってしまう。それではまっとうに宗教を信仰している人や、特段の信仰心を持たず、ただ家の宗教を継いでいるだけという人、そして信仰に適応できた宗教2世を生きづらくさせてしまいかねない。私はそうはさせたくない。確かにそうなんです。その通りですね。宗教2世でね、はい、いろいろその、統一教会2世が批判されてますけど、なんていうか家族と仲良くやって、はい、ちゃんと信仰を普通にしている人たちもたくさんいるわけですよ、はい、そうですね、その、はい、なんていうかその反発を感じた人だけクローズアップしてね、特になんとかさゆりさんという人が仮名で出てますけど、はい、あの人についてはいろいろ問題もあるというふうに、まあ聞いております、はい、それはまだ私は言えません、もちろん宗教2世が直面している状況には看過すべきではないに、人権問題もある、だからこそ今般の流れをより価値のあるものにするためにも、カルトや反社会性、さらには宗教がどうあるべきかについて、教団の内側外側の両方向から議論をすることが必要なのだと感じていますと、はい、この通りなんだよ、そうですね、これはメディアでもそういうことをやるべきなんだよ、あるいはその自民党なんかでもここまで考えて、はい、そのああいう新法を作るべきなのに、その岸田、小手先のね、そう、岸田さんの、はい、その岸田さんもこのなんとかさゆりさんの話聞いたらしいんだけど、はい、もうなんていうか本当に小手先の支持率を少しでもその下がるのを止めたいがためにですね、小手先のことをやってやるからおかしなことになっちゃうんですよ、これね、はっきり言って、いやだってしかも早い段階でね、もう統一教会とは手を切るというふうなことを言ってて、もうそれ自体差別じゃないですか、そうですよ、あの政治家がまだその反社とか認定されてないグループと付き合わないっていうこと自体おかしな話ですよ。だいたいその、はい、自分を支持 してくれる人の信教が何かを問うことはよくできないわけで、本当は憲法違反ですよ、そう、憲法違反ですよ、はい、
どんな人だっていいわけですよ、ね、してくれれば、はい、政治家としては、はい、だからその今後付き合わないとかみんなね、はい、うん、その議員連中も言ってますけど、はい、じゃあ応援してくれた人に、はい、いちいちね、はい、あなたはね、はい、統一教会ですかそうじゃないですかとかさ、はい、じゃあ創価学会ですかとかさ、うん、どこのあれですかとか聞かなきゃいけない、そうですね、なんか調査票でも出す、あの求めるんですかっていう話になっちゃう、はい、そんなことはその、はい、和田君が言うようにさ、はい、その憲法違反ですよ、そうですね、これ、うん、あと二世問題って言うけれども、うん、二世問題もなんか設定というか、うん、そのどうだったらどうって言いづらいですよね。そうそう、例えば宗教だから全部ダメっていうわけでもないはずだし、うんうん、それ例えば親が博打好きでずっと博打やってて破産したと、うん、その俺の金も、うん、博打につき込んだんだと、ああそうだ、俺が貯めた金もね、うん、子供の通帳から持ってったんだっていう場合も全然あるわけですよ、うん、競馬に ね、 よくあるよね、子供の貯金箱すら割って ね、うん、まあ、そうだね、行ったとかもあるわけだし、ありますよね、そういうのだって全然、うんうん、二世問題で、うん、俺は博打嫌いなのに、うん、親父が全部つぎ込んで、うち一家離散だよっていう場合だって全然、ありますね、めちゃくちゃあるわけですよ、ありますよね、はい、あと、うん、酒飲んでね、はいはい、ギャンブルね、おじいちゃんも酒でダメで、うんうん、父ちゃんも酒でダメだったとか全然そういう家だって全然あるわけで、うん、はい、それをね、うん、国が規制してくれなかったからいけないっていうのも、ちょっと、そうなんだ、違う話ですよね、違う話、はい、だからそのしかもその、はい、言ってるようにその2世がさ、はい、全部悪いわけじゃないじゃん、はい、2世で幸せにしてる人たちもいるわけだよ、親の信仰を継いでね、はい、まあ、大体あれでしょう、キリスト教の信者だってさ、はい、大体子供たちも信者になりますよね、なりますね、うん、基本的になります、多くね、はい、多くはね、はい、そういうのもじゃあその いけないのかっていう話になってくるわけですよ、そうですよ、だから本当これ重要な問題なのに、はい、あまりに岸田さんが、うん、そのなんていうかその支持率を気にして、はい、拙速に進めてしまって、はい、小手先すぎますよね、そうそう、それで、はい、それについて、はい、党内からも、うん、誰からもそういう声が出ない、そう、はい、ね、それがおかしいでしょ、そうですね、だってそのはっきり そんなことを言ってね、うん、これ岸田さんおかしいんじゃないですかと、はい、党内でも議論したらいいんじゃない、はい、それはそうですね、うん、そう思ってる人たくさんいると思いますよ、はい、だけどその体制に流されてね、はい、その黙ってる、はい、おかしいでしょ、そうですね、で新聞とかメディアがそういうことを全然報じないのがまたおかしいんですよ、テレビが、その通りです、その通りです、そうでしょ、はい、そういうことをそのなんでそういう意見があるっていうのを出してほしいよね、それ、はい、おかしな状況になってるんですよ、二世問題まで来るとはね、うん、ちょっとかなりおかしなとこまで行ってると思いますよ、うんうん、親がね、陰謀論にはまって、うん、おかしな人生になったとか今でいるわけですから、そこまでじゃあ国が関与してくれるんですかって話じゃないですか、はい、おかしな、はい、あれ一家離散になってるのもおかしなことになってるんだよな、たかだかアメリカ大統領選からスタートして、うん、それすら日本にまで来てるわけですから、そうなんだよ、はい、そんなの全部国のせいかっていう、そうなんだよ、はい、うん、